ゴドフリーネラーによる肖像が1686年。第5代ディグビー男爵、ウィリアム・ディグビーはアイルランド貴族、イングランドの政治家。1689年から1698年までイングランド庶民院議員を務めた。事業のコーゾルが国境寄付者の悲難書として知られたほか、債務者監獄に投獄された囚人の債務返済を援助し、 妻と共にシェアボーンで学校を設立するなど、事前活動で知られている。第2代ディグビー男爵キルデアディグビーと、妻メアリー、1692年12月23日没、ロバートガーディナーの娘の息子として、コーゾルで生まれ、1662年2月20日に、同地で洗礼を受けた。父の死後に生まれたとされる。家庭教師からの教育を受けた後、 1677年にウィンチェスターカレッジに入学した。1679年5月16日にオックスフォード大学モードリンカレッジに進学。1681年7月5日に BA の学位を習得した。1708年7月13日 DCL の学位を授与された。1677年12月29日にアニ・ロバートが 1686年1月19日に、アニ・サイモンが死去すると、リグビー男爵位を継承した。同1686年、ウォリックシャー党官の第四大ノーサンプトン伯爵ジョージ・コンプトンにより、ウォリックシャー副党官に任命され、1687年に一旦解任される者の,の名誉革命の後に復帰した。アニ・サイモンは、ウォリック選挙区の現職議員だったが、 その死去直後に、補欠選挙は行われず、ウィリアムは1689年、イングランド総選挙で家族の地盤を継承し、有力者第5代、ブルック男爵フルクグレビルの支持も受けて、無投票で当選した。議会では、トーリー党の一員として活動し、大韓先生分の起草や、新しい中世先生と、国王史上の誓いの審議に関わるなど庶民委員。 委員会への任命が28件確認されている。1689年に、ジェームズ2世が招集したアイルランド議会に出席せず、同年5月7日にアイルランド議会により試験剥奪された。その後、ディグビー男爵は、ウィリアム3世に対する忠誠先生に応じた。1690年イングランド総選挙では、リチャード・ブース、ジェームズ・ブース不子を下して再選した。 1694年9月5日に、ウォリックで退化があり、リグビー化1695年初に、司法案を可決させて、ウォリック再建委員会を設立したため、1695年、イングランド総選挙では当然の規決として、再選したが、ウィリアム3世暗殺未遂事件を受けて1696年連合への加入が要求されると、 リグビーは拒否して、同年6月15日には、ウォリックシャー副党官からも辞任した。1690年より務めていた、ウォリックシャーチアン判事も1696年に辞任した。同年11月17日、暗殺未遂事件の首謀者、第3代順弾社クサージョン・フェンウィックの試験剥奪への反対演説を行い、25日には反対票を投じた。 連合加入の拒否により1698年、イングランド総選挙では、再選を目指さず、議員を退任した。同様の理由により、ブルック男爵からの支持も失ったとされる。1698年9月18日に演説に、当たる第三代ブリストル伯爵、ジョン・ディグビーが死去すると、シェアボーン城など同セットでの領地を継承した。以降息子ロバートとエドワード、 友人エドワード・ニコラスを通じて正解へのパイプを維持したがリグビー男爵自身が再度議員を務めることはなく1702年から1703年にかけてオックスフォード大学選挙区からの出馬を第2代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチより打診されたが辞退している1714年にジョージ一世が即位した時に 中世先生を拒否し、1721年のアタベリー陰謀事件では関与はなくても、少なくとも計画を知っていたとされる。ィグビー男爵はイングランド国境界を離脱しなかったが、1680年代より国境危機の聖職者、ジョン・ケトルウェルを援助しており、その影響もあって、治療の構造ルは国境危機者の避難所として知られるようになった。他にも、 トマス・ブレーへの援助、キリスト教知識普及協会への指示が知られ、1701年にはイギリス福音伝道会に入会した。事前事業にも着手し、たびたび債務者監獄のフリート監獄を訪れて、囚人の債務を返済したほか、1729年から1752年に死去するまで、セイバーソロミュー病院理事を務めた。妻ジェーンもシェアボーンで学校を設立しており、 1733年にジェーンが死去すると、リグビー男爵が引き継いだ。同年、アメリカにおけるジョージア植民地設立のための、新宅より、ジョージア植民地の新宅委員会の委員に任命された。文学では、アレキサンダー・ポープのパトロンになり、ポープは1729年9月の手紙で、あなたの家族はこの国でほぼ失われた。 古き貴族の高血さの高齢であると、リグビーを称えている。1752年11月29日に死去、シェアボーオン寺院で埋葬された。孫エドワードが借位を継承した。遺言上では3万5千ポンドを子孫に残し、100ポンドをウォリックシャーの債務者監獄に投獄されていた囚人に寄付した。1686年5月22日、ジェーン・ノエルと結婚。 4男8乗を設けた。ありがとうございます。